どうも、グッチーボーイの日向です。ということで、今日の試合、負けましたー。柳にコテンパン、そしてベテラン中田翔の技ありでチャンスを作られて、細川誠也に同じく技ありのライト前、そのタイムリー一本で敗れるというね。中継ぎはさすがのドラゴンズ、ということでね。いや、うちのチームももうベイスターズ、ハマスタ3戦目からもう3連勝してね、いい流れできてなきゃあって、今日の負けは悔しすぎる。柳。まず試合は1回の裏、カープの攻撃。ワンアウトから矢野が粘ってフォアボールで出塁。で、バッター3番の小園のところで矢野がスチール。ただ、加藤拓が盗塁を刺して、ツーアウトランナーなしと、あの局面ももう柳のチェンジアップ。しかも低めのボール球。で、矢野もスタート悪くなかったんだけれども、加藤拓の送球。もう肩が強いでおなじみ加藤拓。今日の試合前に解説の野村健次郎さんが、なんで今日木下じゃなくて加藤拓なんですかって聞いたら、立浪監督がまあ肩が強いからね、加藤拓が肩強いからって言ってたらしくてね、その采配がズバリと決まった今日の試合。柳の立ち上がりを攻めたかったんだけれども、加藤拓にしてやられると。その後は柳、栗両投手が粘って7回の表、ノーヒットノーラン継続中の栗アレンからバッターは先頭三好。センター前ヒットでノーヒットノーラン途切れるというね。この三好、社会人卒の4年目の選手の三好なんだけれども、これ、去年まで打ったヒットは通算14本。もうただ今年はオープン戦から調子良くてヒットは17本と、この売り出し中の三好にしっかりとセンター前ヒットを打たれて、さらに足も速くてオープン戦での盗塁は4つ。12球団2位の4盗塁ということでね。明日からもう、この1番の三好、岡林がいない中で穴を埋めている三好、しっかりと警戒してほしいなと思います。その裏のカープの攻撃、先頭4番堂林がヒットで出て、バッターは5番の秋山。で、この柳に対しては去年打率5割だった秋山が、この打席で送りバントのサインでバント。打球はキャッチャーの前。加藤拓が二塁で刺して、これでワンアウトランナー一塁。結局この回点が取れずと、また加藤拓。もういいって加藤拓。初回に盗塁を刺した加藤拓。ここでも強肩を生かすというね。立浪采配がズバリだった今日の試合。その後の8回の表、ドラゴンズの攻撃。先頭の4番中田翔。ツーベースヒットでチャンスを作ると。中田翔もね、オープン戦打率は1割3分。で、結構体格も良くなってね。もう中日に行ってから終わった選手なんか行ってる人もいたけど、結局開幕してみたら打率も2割5分超え。そして去年のカープ戦では2割9分と、このカープキラー中田翔。で、さらに終盤にも強くて、去年の7回から9回までの通算打率は2割9分超え。で、この8回においては3割5分超えという中田翔。終盤に強いベテラン中田翔。
もうね、あの打席のあのボールももう見送ればボール球だったからね。そこをうまーく拾ってのサードの後ろレフト線のツーベースということでね、明日からの中田もしっかりと警戒してほしいなと思います。で、ノーアウトランナー二塁でバッターは細川誠也、ライト前ヒットで、これライトの田村がファンブルしてドラゴンズが先制。細川、カープキーは細川、去年のカープ戦の得点圏は3割2分超え、そしてクーリーに対しても2割7分超えというこのデータ通り、しっかりとこの打席でヒットを放ったってことでね、今年に入ってあんまり調子良くなくて、試合始まる前の打率も1割3分、そして得点圏でも6打数無安打と、ヒットが出てなかったんだけれども、得点圏のこの場面でライト前ということでね、もともとそんなにチャンスに弱いバッターでもなくて、去年の得点圏打率も2割8分と、しっかりとした成績を残してるんで、ここからまたね、調子上げてくるんじゃないのかなと思います。細川誠也、細川、細川、細川。で、結局、クリはこの8回でマウンドを降りて、8回1失点。もう素晴らしいピッチングだったよ。今日も前回と同様、低めに集めてゴロを打たせる。あんまりストレートは放らなくて、まあ、スライダーだったり、チェンジアップで、狙い球を絞らせないっていうね、そんなピッチングだったけれども、ワンチャンスで一本行かれて、前回登板も7回3失点で勝ち負けなし、そして今日も8回1失点で負け投手。やっぱりね、開幕投手、この金曜日にホール投手は、どうしても相手ピッチャーもいいピッチャーばっかりだから、そんな中でね、今日は柳にしてやられてました。次回登板に期待です。で、8回の裏は勝野の前に無得点というね、中日救援陣で言うと松山があんまり調子よくないって中で、勝ち系統は勝野、去年は50試合に登板して防御率 2.01。で、今年のオープン戦でも8試合に登板して無失点という男がね、8回の男として立ちはだかると、もう明日以降もね、なんとかこの7回8回終盤前に点を取らないといけないなと思います。で、9回はもうこれは打てないよ。マルティネス。そのマルティネスの前に三者凡退と、もうそりゃ打てないよ、本当に。あの長身から繰り出されるも160キロ前後のボール、それを低めに集められるんだもん。落ちるボールもキレッキレだしさ、去年も50試合ぐらい登板して防御率は 0.3、 そして一昨年も 0.9 というね、どうやって打てんの。でも日本にいるピッチャーじゃないもん、メジャー級だもん、もうズルだって。明日、明後日はね、このマルティネスをどうにかして出させない展開にね、しなければ、カープの勝ちはないんだろうと思うんでね。なんとか序盤に点取って、リードした状態で終盤迎えてほしいなと思います。はい、ということでね、明日の先発はハッチと涌井ということで。ハッチもね、NPB 初登板が明日。で、涌井もね、前回登板結構いいピッチングしてんでね、そのあたり怖いですけど、なんとか勝って、また、貯金生活、送ってほしいなと思います。ということで、今回はこの辺で、今日も一日お疲れ様でした。命かけた勝負の舞台、恐れずに進め。